いやどうぞ、乗ってたぞ、しぼりだ。皆さんはオクラホマミキサーというものを聞いたことがあるでしょうか。知ってる？まあギリ名前は知ってる。そう、俺も名前は知ってる。で、オクラホマミキサーというものが何なのかは知らないんですよ。そのオクラホマミキサーをネットで調べれば出るんですけど、なんか悔しいじゃないですか。まあね、なんとかして自分たちで見つけようと思って今回これを買ってきました。ミキサーオクラホマミキサーって聞いたらまずね、ミキサーですよ。ミキサーで何かを作るんだろうね。こっちがせーのはい、オクラホマミキサーのミキサーの部分が出来上がりました。あとオクラホマなわけですけど、オクラホマといったらもうね、あるでしょ、オクラですよ。まあ一旦ね、今回はね、皆さんもうお察しの通りオクラとホマをミキサーに合わせて、よし、もうすればオクラホマミキサーになるわけですよ。しかしね、探したのよ、いろスーパーとか行ったけど、ホマがね聞いたことあるよ、ホマって。実はこの動画2年前に思いついたんですよ。なぜ今までできなかったかというと、ずっとホマ探してたから。ホマがねえよ。ホマがなくてもなんとかなるんじゃないかっていうのをいろいろね、2年かけて見つけたんで今回やるわけですよ。それを順番に紹介していきましょう。よし、俺たちの思うオクラホマミキサー、まず1つ目こちら、オクラゴマミキサー。よーし、まっ、はい、今俺どっち行ったでしょう。ホマ、いやいや、ホマかゴマでしょ。今流れ的にオクラ買ってきましたね。これ混ぜていきましょう。しかも普通に美味しそうでね。2人分だから2本入れましょう。オクラホマミキサー誕生瞬間こちら。おー、これがすごいすごい。オクラホマミキサー、おからみたいになった。オクラホマミキサー、オクラホマミキサーになっちゃった。味な、2年かけて探してたからこんなんじゃ納得できませんよ。俺は多分、俺これオクラゴマミキサーだと思う。てかオクラゴマだわこれは。ダメだな。はい、次行こう。オクラそばミキサー。おー、出ちゃう。こちらがオクラホマミキサーです。これはちげ、ちげ、違ってほしい。次、2つの失敗を経て俺らはついに正解にたどり着きましたよ。こちらです。オクラ生姜ミキサー。ごまでもそばでもなかった生姜のね、生姜だったの。生姜、違う、もう考え方変えよう。食べ物じゃないんじゃね。じゃねえ。となると、まあ俺さっきちょっと見つけたんだけど、はい、オクラコマミキサー。俺のアジングが来るから。待って違う、ねああ、バーストしますね。こちらのリボルブドライバーにオクラの種がついてます。いただきます。どうですか。軸先がよく回るよ、やっぱり。オクラにとらわれすぎた。実はオクラも違った可能性も出てきました。マジか、お前。ってことはですよ、正しいのは信じれるのはミキサーだけ。これも殻でセットしますよ。殻、これをまずですね、こうします。は、舐めろ。はい、はい、舐めろ。ボクラホモミキサー。足りないよ、ほら。もはや怪しい。ミキサー怪しい。ミキサー怪しくなってきちゃう。もうこう、もうこう。じゃあちょっとカメラ近づいて。今日はこちらオクラを使ってメイクしていきたいと思います。はい、唇ね、プルプル感を出すためにこのオクラのね、気持ち悪い、ネバネバをこう塗ってあげて、で最後にこのオクラの破片をね、突っ込んであげれば、鼻の潤滑が良くなってプルプルになると思います。オクラクマミキさん。クマミキさんこんなだっけ。一番最初の妊娠を誰かに言うときなんて言った。確か向こうのお母さん、命がと。受け止めに行く。もし俺がね、子供できて誰かに報告するとしたら、僕の子ができた息子のことをじゃないか、オランダ語で息子みたいな。ちょっと調べよう。オランダ語であなたは息子のことをオクラホマミキサーって言うと思った。そうですね。オランダ語で息子のことを、はい、ズーン。ダメだ。俺たちが見つけられない。オクラホマミキサーって何なんだ。アマゾンだ。なんだ、このタイミングで届いたアマゾンに何かホマがあるかもしれない。ねえだろ、あるわけ。何これ、ブルマ、ブルマだ。待って、これあれだ、
スペインのスポーツブランド、ホマだ。ホマ、ホマのブルマだ。これが本当のオクラホマミキサーだ。なにやってんの？